鼻が大きくなったって感じたら絶対この動画見てください。はい、今回は大きくなった鼻を瞬時に小さくする方法をお伝えします。皆さん最近鏡を見た時に、あ、なんか鼻大きくなってるって感じたことありませんか？実は鼻って大きくなってしまうんです。鼻が大きくなってしまう原因って3つあります。まず1つ目は鼻周りの筋肉やリンパ、血流の衰えになります。どうしても年齢を重ねてくることで全くケアをしないと筋肉で支えている部分や血流やリンパの流れが悪くなってしまって鼻大きくなってしまうことがあります。で、2つ目はむくみです。先ほど言った内容にちょっと似てるんですけど、顔ってむくむと大きくなりますよね。実は鼻もむくみます。で、むくんだ状態がずっと続いてしまうと鼻どんどん大きくなってしまいます。3つ目は頭蓋骨の歪み、開きになります。はい、久しぶりです。この頭蓋骨で鼻を構成する骨が2つあります。まず1つ目はこの紫色っぽいこの、ね、尾骨っていうのと、ここのね、黄色っぽい骨、これね、上顎骨になります。この2つの骨って左右対になってる骨で、このように今ね、隙間が若干あるの分かりますかね。この隙間がケアをしていかないとどんどんね、開いていってしまうんですよ。特に先ほど言った筋肉の衰えだったりむくみが続いていると、どんどんね、鼻が横に開いて大きく見えてしまいます。なので今回はこの3つの原因を全て解消して鼻を小さくする方法になります。なので最近鼻大きくなったなって感じてる方や、年々こうね、年を重ねていって鼻がね大きくなったなってね悩んでる人、今回の方法めちゃめちゃ効果出ますので、ぜひ一緒にやっていきましょう。はい、ではやっていきます。まず最初に鼻の周りの筋肉、鼻の形を保ってる筋肉を活性化させるためにマッサージを行います。まずやる場所としては鼻のこの鼻翼の部分、そのちょっと横、ここ鼻翼距筋っていうのがついてます。ここを活性化させるために2本指で鼻の穴の下とこの鼻翼の部分、こんな感じでポーズとってください。ここをギュッギュッとね、圧迫しながらちょっと寄せるっていうのを30秒間やっていきます。注意点としては、鼻をこう広げるようにマッサージしてしまうと鼻広がっちゃうので、鼻をこう小さくするようなイメージでこのように筋肉を刺激しながらマッサージを行います。はい、ではいきます。よーい、スタート。はい、圧迫しながらちょっとね、もむもむする感じ、もみもみかする感じでやっていきましょう。こんな感じです。キュッキュッとね、圧迫しながら鼻をこう横幅を小さくするようなイメージでマッサージできるといいです。こんな感じです。キュッキュッ、ちょっとね、圧迫しながら寄せてください。まずね、30秒、キュッキュッ、こんな感じ。はい、いいですよ。今度は鼻翼の部分、ここに2本指こうやって当ててもらっていいですか。軽く圧迫しながらもみもみしていきます。これも意識はちょっとね、鼻の横幅をキュッキュッと狭めるイメージで30秒間やっていきましょう。はい、いきます。よーい、スタート。はい、キュッキュッとね、鼻をこうちっちゃくなるように寄せながら筋肉に刺激を入れていきましょう。こんな感じです。ここはね、鼻筋って筋肉です。鼻筋って書いて鼻筋です。鼻筋じゃありません、鼻筋です。はい、マッサージ続けます。キュッキュッとね、寄せながらマッサージです。はい、いいですよ。はい、で、鼻の周りの筋肉活性化したら、今度はリンパの流れを良くします。鼻のリンパの流れって実はね、こうなってます。なので流し方としては、人差し指で鼻にこのように手を当てて、にょーって言って鼻をこう、鼻のむくみを顎下に流す感じです。人差し指のここを使います。ここじゃなくてここ横の側面の部分、ここを鼻にこうピトって当てます。まず当てた状態で滑らせながら、こう鼻先来たら唇の上で、唇の下、顎下、首に流す、ここに流す感じ。これを両方いっぺんにこのようににょーんって顎下塗って下に伸ばすっていうのを30秒間やっていきます。人差し指の側面をピトって当てて一回も離さない、密着させた状態で顎下まで流していきましょう。はい、いきます。よーい、スタート。はい、密着させて一度顎下から首に流します。はい、これを繰り返していきます。で、ちょっとね、ふるりにくい方はちょっと化粧水とか、あのオイルとか乳液とか塗ってあげるとすごく滑りやすくなります。もう一度流す。はい、これを繰り返していきます。流す。はい、最後一回、できて、はい、流す。
はい、いいですよ。もうね、この2つ終わっただけでも鼻触ってもらうと存在感小さく、こうでキュッてコンパクトにまとまってると思います。はい、でここで最後、この開いてしまったこの尾骨と上顎骨を狭めて鼻を小さくしていきます。でまずね、尾骨の部分からいきます。尾骨はこの鼻の先端ではなくて根元の部分になります。根元の部分人差し指で触るとね、ちょっと硬さあると思います。でこの鼻先はちょっとね、柔らかくなっていますよね。なのでこのね、硬くなってるこの尾骨の部分を人差し指でこのように圧迫していきます。こんな感じです。ポイントとしてはここにね、隙間があると思ってください。この隙間を埋めるようにギューって圧迫して、ここの、ね、尾骨の隙間を埋めていきます。まずこれをね、30秒やっていきます。で、いきます。よーい、スタート。はい、ギューッと圧迫して尾骨を寄せていきましょう。鼻の根元ですね、こんな感じです。で戻します。もう一回いきます。はい、ギューッと圧迫します。でこれ押してる時にね、ちょっとね、赤くなっちゃうかなぐらい、ちょっと強めで大丈夫です。ただ痛いなって感じるのは強すぎるので、ちょっと力加減ね、調節しながらやってください。はい、寄せる。はい、戻して。はい、もう一回ギューッと圧迫して、この尾骨を寄せていきます。はい、いいですよ。はい、今度はね、続けて上顎骨いきます。上顎骨はこのね、結構ね、範囲広い骨なんですけど、3本の指でこのさっき触った尾翼の横にこのように手を当ててください。薬指は鼻の穴の下、中指、人差し指は鼻の横、このポジションですね。ここを持ったらギューッと圧迫しながら、またね、この上顎骨を、ね、狭めるように押します。イメージとしてはね、黄色い骨が上顎骨なんで、こんな感じで手を当てて、ここをギューッとギューッとね、こう挟むように圧迫していきます。はい、これ最後30秒間やっていきましょう。はい、ではいきます。よーい、スタート。ちょっと圧迫してギューッと寄せていきます。はい、こんな感じです。ここもちょっとね、押した後ちょっと赤みが出ちゃうかなぐらいの強さで押してください。圧迫してください。圧迫して寄せてください。はい、戻します。はい、グーッと圧迫して寄せます。グーッと、こういう力で寄せますよ。寄せて、はい、OK、圧迫してグーッと寄せます。はい、いいですよ。お疲れ様でした。はい、どうだったでしょうか。これね、たった1回やっただけでね、びっくりするぐらい鼻ちっちゃくなってませんか。筋肉、リンパ、頭蓋骨、この3つ、鼻が大きくなってしまうこの3つの原因にしっかりアプローチできたら、鼻ね、小さくすることができます。たった1回やっただけでもこんなだけね、ちっちゃくなるんですけど、気になってる方は1日1回2週間まずね、続けてもらうと、本当にね、今の鼻より確実にちっちゃくなるのでね、ぜひやってみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。